QF1 ポンド砲、別名ポンポン砲とはイギリスが開発した初期の3 7ト、mm、ル機関砲である。本砲は当初不評砲としての役割を担い、後には携帯空砲としてイギリスをはじめとする数カ国で運用された。ハイラム・マキシムは1880年代の終わりにマキシム機関銃の後継を拡大する形で本砲の原型となる機関砲を設計した。本砲は 比較的長い射程を有していたが、これにより炸裂弾を使用する際に適切な射程距離を判断する必要があった。弾量は最低でも0.88ポンドを要したが、これは重量4 0 0ム以下の爆発物を兵器として用いることを禁じた1868年のサンクトペテルブルク宣言及びこの内容を再確認した1899年の ハーグリク戦条薬が存在したためであった。初期の方は、マキシム・ノルデンフェルト重機弾薬会社の商標で販売されていたが、1897年に、ビッカース会社がマキシム・ノルデンフェルト社を買収すると、同社の商標で販売されることとなった。これらは、実質的には同一の兵器であった。本法とポーズを取る、オーストラリア人兵士、南アフリカ、 1901年頃撮影。イギリス政府は当初本法の導入を見送ったが、南アフリカ共和国を含む他国では本法を購入する国が存在した。第二次防和戦争において、イギリス軍はドイツ製の弾薬を用いたマキシム・ノル・デンフェルト型の 37mm 機関砲による防和兵の攻撃が効果的であることを認めることとなった。これに対抗するために、 イギリスのビッカース社は50もしくは57門の1ポンド砲を南アフリカのイギリス陸軍に向けて輸送し、最初の3門は1900年2月のパールデベルクの戦いの際に到着した。これら初期のマーク、I 型は主に野砲型の砲車に搭載された。第一次大戦において、本砲は携帯空砲として初期のイギリス本土防空を担当した。この任務のためにマーク、 あいおよびマーク、通気等式広角砲和が開発され、ロンドンの港や重要建築物の屋上、さらには移動式の台車に搭載されて、東イングランドや南東イングランドの重要な都市に配備された。1914年8月の時点で25門が使用されており、1916年2月には50門に増加した。この ページの初言表の画像にある海軍型の元と四季砲画に載せられたマーク2型は第一次大戦におけるロンドン防空で最初に射撃を行った方である。しかしながら本砲の昇降径の砲弾ではドイツのチェッペリン飛行船を撃墜できるだけの十分な損傷を与えるには威力不足であった。百二十二年にイギリス軍事省はポンポン砲の価値は 非常に限られたものであった。本法は、硫酸弾を用いることができず、また通常弾はハフバリの航空機に砲弾が、命中しても布の部分では炸裂することなく、貫通してしまい地表に落下してしまった。ロンドンを爆撃するチェッペリンが低い高度を飛んでいる。場合を除いて、本法が効果を発揮できる場面は、全くなかった。と書いている。それにもかかわらず、 イギリス第三軍第二校舎班に所属していた王海 J ホック中尉は1914年9月23日にフランスで75発の砲弾を発射し全軍発となる敵機撃追戦火を上げることとなった第一次大戦においてイギリス軍は本砲を不評砲として運用することはなかった本砲の小さな砲弾ではいかなる目標や施設に対しても効果が少ないと 考えられており、また、イギリス軍の戦術では、QF13 ポンド砲や QF18 ポンド砲による硫酸弾射撃が中距離における台風標戦闘の主力になるとしていたためである。軽量のマーク3を航空機に搭載して、航空機関砲として用いようという試みがなされたが、限られた成果しか得ることができなかった。そして、携帯空砲としての本法は、 QF1.5 ポンド砲や QF2 ポンド砲によって急速に代替されることとなった。イギリスの報告書によれば、イギリス軍は、某は戦争初期に通常弾に加えて c p 弾を使用したとされる。しかしながら、c p 弾の弾停止艦はしばしば作動不良を起こし、また飛行中に脱落するなど、不十分な戦能であることが判明した。 1914年の時点で、本砲が使用する弾薬は、中鉄製の通常弾と栄光弾のみであった。ガスマスクをかぶり、本砲を操作するドイツ軍砲手。ドイツでは、陸海軍の双方が本砲を運用した。第一次大戦のヨーロッパでは、マキシム・フラック M14 の名称で、対空砲として運用された。1915年のアフリカ南西における作戦では4問が、 野戦砲車に搭載されて南アフリカ軍に対して使用された。ベルギーリック軍は野戦砲車に搭載した広角砲がを用いていた。アメリカ海軍は1898年の米西戦争以前にマキシム・ナルデンフェルト製3 7ト、mm、ル機関砲を1ポンド砲、マーク6の名称で運用していた。ありがとうございます。